陸士19期、陸大31期。最終階級は、陸軍大将、栄天は、肖像医、君医等高4級。滋賀県出身、北三郎の子として生まれる。滋賀に中を経て、1907年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少位に任官し、不評三36連隊付となる。転中隊付などを経て、 1919年11月、陸軍大学校を卒業した。1920年2月、不評第68連隊中隊長となり、参謀本部付勤務、参謀本部員、参謀本部付、不評第19連隊大隊長などを歴任。1925年5月、参謀本部員に就任し、陸軍省軍務局会員、品中在、欧州出張。 参謀本部員、参謀本部付などを経て、1931年8月8日、不評大佐に進級し不評大37連隊長に就任。1932年2月、上海派遣軍情報参謀となり、参謀本部付、関東軍参謀、参謀本部品課長などを歴任し、1936年3月、陸軍少将に進級して品講師官付部官と、 なった。1937年8月、天津特務機関長に就任。中国通りとして、第2次上海事変発生時に、小解析相当と事件拡大回避の交渉をするも、物別れとなる。その後、北市方面軍特務部長を経て、1939年3月、陸軍中将に新旧志向安員、河北連絡部長官となる。 1940年3月、第14師団長に親保され、第6軍司令官、第12軍司令官などを経て、1944年9月、満州国遁下に司令部を置く、第1方面軍司令官に就任。翌年3月、陸軍大将に侵任され、終戦を迎えた。戦後は、シベリアに抑留され、1947年に、 ハバロフスク近郊のホールセン病院にて没。去年62。日本陸海軍総合辞典。第2版54ページでは6月7日。漢方第4438号。付録。事例2941年10月23日。ありがとうございます。